にちは、川添です。今日の動画は、かっぱ寿司食べ放題の、動画です。今日も、ご視聴よろしくお願いします。はい、というわけでやってまいりました、かっぱ寿司食べ放題です。で、今回は、かっぱ寿司の食べ放題の動画、3回目ぐらいになりますかね。で、まあ、今回、かっぱ寿司の食べ放題なんですが、大人で約1700円で、食べ放題ですね。60分間です。では毎回思うんですが、このかっぱ寿司食べ放題、本当に夢のような、食べ放題です。通常かっぱ寿司で、お寿司を一皿食べると、約100円、かかるんで、約17皿以上食べれば、元が取れちゃうっていう、感じです。かっぱ寿司の食べ放題なんですが、握り寿司と、他にもサイドメニューで、デザート、あと麺類やあと揚げ物も、食べ放題に入ってます。かっぱ寿司の食べ放題、いろんな、種類のネタがあるんですが、僕は食べ放題の中で一番好きなのが、トロサーモンですね。トロサーモンとあと、炙りもあるので、この炙りもまた、すごく、美味しいです。で、かっぱ寿司の食べ放題なんですが、一応、60分間で、1700円なんですが、10分、延長すると、500円払えば、10分間、延長できるとのことです。まあ、僕は今回は、延長はせず、60分間、食べ放題を、楽しみました。まあ、サムネイルも見てもらえると分かるんですけど、僕、60分間で、握り寿司で、握り寿司のお皿で、100皿、ちょうどと、あとは、デザート類ですね。デザートで確か、アイスクリームと食べて大体12、3ってとこですかね。
んな感じで、100皿までひたすら食べるっていう感じが続きますが、どうぞ、最後までご視聴、よろしくお願いします。
けで100皿です。はい、というわけで、本日もご視聴ありがとうございます。また次回の動画も、ご視聴のほどよろしくお願いします。以上、川ざりでした。